皆さんこんにちは、フリースタイルプロスケーターのミッチーです。今回はフリースタイルトリック、代表的なものでキャスパー180という技をご紹介していきます。キャスパー180という技は前の動画でキャスパーのハウツ出してるんですけども、板を裏返しした状態でひっくり返すっていうのがキャスパーですね。これに180、体を半分入れます。まあ、板も一緒にこう回るんですけど、これをキャスパー180と言います。このトリックを、今回はご紹介しようと思いますので、ぜひ興味のある方はチャレンジしてみてください。ということでちょっと実際にやってみます。はい、ということで今回はキャスパー180というトリックをご紹介しました。先ほど最初に言ったように通常のキャスパーですね、フェイキー走行からキャスパーに入る、で体を180入れてショービットするっていうキャスパーの180バージョンになります。フリースタイルの代表的な動きですね、板を裏返して乗るっていう技のちょっと派手に見えるのかな。実際はもっと応用を聞かせるとキャスパースピンといって一周回ってひっくり返すとかっていう技もあったりします。結構独特なトリックになりますので、ぜひ興味のある方挑戦してみてください。ということで今回は終わります。それではまた。アップ、オーケー。もうちょい、もうちょい。おお、四段階が二回です。二回で行きたいね。頑張って。よし。はい、よし。いいよ。おお、どうでしょう。2回は2回。2回は2回。いいんじゃないですか。いいでしょうか。皆さんどうでしょうか。100点満点何点ですか。コメントください。ちょっと発音が。ちょっと。まあ、練習頑張って、ね、引き続き。はい。はい。皆さん頑張りましょう。はい。Thank you.